こんばんは、ファンクトーあのね、ブログでね、ちょっとね、いろいろチンスポットとかね、もう10年ぐらい紹介してるんですけども、最初はね、そういうね、動画をいろいろやってまして、でね、動画でもね、そういうことをやりたいというところからね、ちょっとね、なぜかグルメ動画になってしまいまして。でもね、こちらの方もね、ちょっといろいろね、また久しぶりにね、始めたいと思いますので、よろしくお願いします。あのね、江戸川区のね、なんか、今井のところに、今井児童交通公園ってところがあるのよ。ここね、なんか子供たちがね、交通ルールをね、勉強できるように、ちゃんとね、道路を設置して、で、歩道も作って、信号機とかね、標識とかもね、ガンガン立ててね、で、子供たちにね、ゴーカートやね、あとね、補助輪がついた自転車にね、乗ってもらってね、実際道路でね、走るとどんな風にね、歩行者の人が見えるかっていうのをね、学習できるようになってんのよ。でね、ファンクね、今回ここへね、訪れた最大の理由はね、レインボーサイクルに乗ること。ここね、なんとね、レールがね、設置してあって、そこのね、ところをね、足こぎ自転車でね、前進していくね、とってもね、もう今残ってるところ、都内でね、ちょっちょだけよ。ペダルと椅子の間がね、すごくね、狭いんでね、お腹がつっかえてね、苦しみながらね、コキコキしてるね、ジャスのね、映像ね、ごゆるりとご鑑賞ください。ませませ。これね、公園自体がね、入場無料で、乗るのもね、これもちろん無料なのね。でもね、子供はね、1メートルね、30センチ以上の子じゃないとね、乗ることがね、できません。テントウムシのね、レインボーサイクルもあったんだけど、どうしてもね、家族連れが多くてね、もう何度もね、並ぼうと思ったんだけど、申し訳ないって言うんだよね。そのね、テントウムシのやつはね、パスりました。カートとね、自転車はね、大きいお友達は乗ることはできません。子供たちのみのね、もうこれ楽園の場所なんでね。もしね、ここで楽しむならね、でも、レインボーサイクルだけでも十分楽しいよ。またファンクね、こう来ると思う。今ね、東武鉄道でね、クレヨンしんちゃんね、25周年記念やってんのよ。それでね、東武鉄道クレヨンしんちゃん、ラッピングトレインがね、走っています。5月いっぱいまでね、走ってるのでね。でもね、もう、なんか予定ではそうなってるんだけど、6月のね、この間、1日か2日かな、これ撮ったのよ。延長してると思うよ。でね、今のうちしかね、撮れないんで、ファンクはね、仕事の移動中ね、半蔵門線先に使っててね、半蔵門線でね、このね、クレヨンしんちゃんのやつ見つけたよ。東武伊勢崎線のね、押上からくき、あとね、東武に、日光線のね、東武動物公園からね、南栗橋駅、あとね、東京メトロ半蔵門線、渋谷から押上、あとね、東急田園都市線、中央臨海からね、渋谷の間でね、
このね、ラッピングトレインをね、目撃することができます。4種類ね、あるらしいんだけど、ファンクちゃんまだね、2種類しか見えないのよ。あとね、2種類ね、この期間中見えたらね、ファンクね、もうテンション上げ上げでございますよ。だからね、ちょっとね、半蔵門線のところに仕事いっぱい集中してほしいな。こんな感じでね、グルメ動画とはね、別に、ちょっとね、スポット系をね、ちょっと行けれる時にね、紹介していけたらなとね、思っています。こちらの方はね、ブログとね、よくリンクしてると思いますので、もしね、ブログの方と一緒に見ていただけると、感謝感謝です。じゃあね、またね、次回。それじゃあねー。